はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら N1 です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、こちらちょっとね様子がおかしい N1 ですけども、今日はあの視聴者さんの、レビューと、あ、どうも初めまして。こちらののりさんでございます。のりと申します、よろしくお願いします。はい、ね、これどう言ったらいいんですか、カスタマイズ。おうち時間がちょっと長くて、はい、あ、そっか、このコロナで。これ、1ヶ月ぐらいで仕上げたんですか。そうですね。これなんか塗装もなんかジーパンみたいな、なんか布みたいな感じになっちゃってますね。そうなんです、あのこのラッピングのシートがアルミブラッシュダークブルー、そういう車用のシートが売ってるってことですか。そうですね、リーバイス的な感じになるんですけど。そうですね、あのデニムっぽい感じに仕上げたいな、はい、これも全部こうなんかイラストレーターみたいなパソコンでデザインして。そうですね、でそれをこう出力データとして、ステッチはもう本当にこのまっすぐなやつをいっぱい作ってもらって、それをちまちま。そうですね、意外とこんなカーブの難しいですもんね。この辺手張りで頑張ったと。これもなんかあれ、なんかちょっと懐かしいデザインですよね。これ昔の、そうですね、マーシャルのフォグランプかと思いきや、はいはい、これ実はダイソーの蓋付きボールっていう、はい、あ、これ100均なんですか。そうなんです。嘘。なんちゃってフォグ。ああ、ほんまや、よく触るところでカッティングシートになってますね。そうですね、なんちゃってフォグか。あ、そうか、配線が通りに見えないとね、上にもキャリア積んでるし。おそっか、これちょっと僕つけたいなと思ってたんですよ、はい、フィットに今乗ってるこれは。あ、ここにこうくっついてるんや。よくなんかスーリーとかね、はい、なんかね、アウトドア使いたいなとは思ってるんですけど、はい、いやでも十分軽でも、あの意外と広いですからね、後ろがね。そうですね。これは、え、穴開けちゃったんですか。今オートバックスに売ってるなんちゃってヒンジ、はい、ヒンジが外れてる。こうなると外れる。あ、完全に。あ、これじゃあ両面テープとかで。そうです。あ、全部シールなんですね。これもこのオーバーフェンダーの、あ、こういうのも全部シール。あ、こう、じゃあボディに穴を開けてるわけじゃないんですね。あ、下から見えないところから。あ、はいはい、こういうところで実際はちゃんとボルト、ちゃんとねボディに、くっついてると。え、これ14インチぐらいですね。なんかタイヤもちょっとこうオフロード風のなんかボコボコした。あんまり N1 でやってる人はいないんですけど、車高をちょっと上げたので。ああ、リフトアップしたんですね。そうですね、結構上がってますね。こうやって見ると拳1個ちょい入ります。やっぱ乗り味変わってきますよね。すごい、なんか最初のイメージではふわふわするのかなと思ったんですけど、うんうん、そうでもなかった。あ、そうでもないですか。はい、あ、なリアも上げちゃってるんですね。そうですね。わあ、かわいい。あ、へえ、こんなちょっとこういうところでクラシック感を出してるんですね。あのリアはもともとはここ全部ガラスなんです。ここガラスなんですか。あ、へえ、気がつかんかった。ほんまや、わざと視界を狭めてるというと思いきや狭まってないんですよ。あ、そうなんですか。もともとこの枠のところしか見えないんですよ。あ、なんかここはもうガラスやけども透過性がないってことなんですね。そうですね。ああ、はいはいはい、ここが鉄板になってるから、この部分も表からガラスが張ってあるっていうことなんですね。そうです、そうです。これでもよう張りましたね。これはやっぱあれですか、ドライヤーとかでパーッとしながら伸ばしていく感じで。あ、やっぱこのリアガラスでだいぶデザインが変わりますね。なんか何の車かわからへん、これも真後ろから見てると結構なんかクラシックなデザインに見えますね。Z ね。Z ね。ありましたよね。え、ちなみに、あの、年齢おいくつですか ?56 です。56歳。あ、先輩、どうも。やっぱその辺ね、僕も40代なんですけど、40、50代ぐらいの人って結構こういうクラシカルリバイバルなね、レトロフューチャーというか、そういうデザインって結構燃えますよね。僕もあの、ホンダE買ったんですよ。はい、ホンダEもなんか、なんて言うんでしょう、こう、ね、昔のデザインちょっと彷彿してますよね。そうですね。なんかああいうのがいいなっていう感じがします。こういうところも細かくホンダの、これ昔のホンダの、柿本マフラーついてる。これってちなみにあの、オートマでしたっけ？
オートマです。あ、オートマなんですね、はい、今度マニュアル出ますよね。そうですね、もう最初から出してくれてあ、横からのシルエットがかっこええわ。あ、いいですね。このロゴ、これはなんかあるんですか？なんかあるというか、ジーンズのメーカーなんですけど、はい、もともとレディースから始まって、多分日本で最初のジーンズみたいな、岡山。あ、岡山の、はいはい、有名ですよね。ではね、内装の方を見てみましょう。では、お邪魔します。っていうか、すごい。え、これシートも、あれでしたっけ？こんなんでしたっけ？もともと。あの、純正のオプション。あ、これ純正オプションなんですね。結構、あ、こんななんかレトロチックな感じだったんですね。ああ、やっぱ内装もこういった外装と同じ色を貼ってるんですね。こういうパネル、なんか、あれですね。なんかオプションで売ってほしいですね。よく見たらなんかメタリックが入ってる。これは本当のジーンズの生地。ちょっとやっぱカバーなんで太めですよね。そうですね。ここまで徹底してる。え、こんなんできるんですか？これはあの画像何種類か取り込めるんで。え、じゃあ普段ここ何が映るんですか？テレビですか？何も映らない。何も映らないですか？え、ずっとこの映像がひたすら映るんですか？基本。あんま変えれるんですけどね、画面は。ああ。あ、ほんまや、オーディオとか。とかにすると、ここと連動してるんですね。デジタルインナーミラーになってますね。これどう思います？慣れました？まだ慣れません。あ、これいつつけました？ちなみに、2ヶ月ぐらいですね。2ヶ月、やっぱ2ヶ月経っても慣れないんですね。あのここに映る後ろの車の距離が全然実際と違う、はいはい、やっぱりいや、これね、ひょっとして僕だけかなと思ってたんですよ。これあかんと思ってたので、絶対いつも使うとき、あの商品レビューでたまにやるんですけど、はい、もう普通に運転してるとき完全にカシャンと変えて普通の未来にしてますね。よし悪しがありますね。雨の日とかは抜群にね、いいと思うんですけど、雨の日とか荷物後ろに積んでたり、人乗せてたりとかは見やすいです、ね、トラックのうんちゃんとかはこれいいかもしれないです ね、 ですね。ちょっと後ろ行きますね。あ、すごい、結構後ろ広い。あ、こんな広かったかなっていうぐらい広いな。すごいなんかゆったりして乗れます。さすが N1。 では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ご報告によし。すいません。ホンダ N1 ということで、今日はね、ノリさんの車を乗させていただいております。いきなり聞きますけど、これ改造費といいますか、ばっくりおいくらぐらいかかったんですか？はい、この今の仕様に関して言えば、はい、このシート代が3万円ぐらい。あ、シート、あ、この外装のラッピング代が、はい、え、3万で済んでるんですか、これ？そうですね。え、ほとんど、それ材料代ですよね？そうですね。あとはでも、工賃とかはほぼ自分でやったってことなんですか？はい、3万でこれできるんだったらめっちゃ楽しめますよね。まあ、あとその細かいデカールとか、はい、その友達に作ってもらって、まあ、その分は普通に買えば、うん、まあまあするのかもしれないですけど、その辺はあのご厚意ということで、まあ、なんやかんやしても、まあ、5万円以内で。そうですね、外装はだいたいできてるという感じですかね。はい、というかこれ今ちょっと走りがすごい軽いなと思ってるんですけど、はい、これなんかいじってるんですか？あのスロコンをつけてるんですよ。あ、スロコントロール、なんか普通の N1 よりなんかすごい軽い走りがしたような気がします。はい、これってターボでしたっけ？ターボです。あ、これ時計ですよね。そうです動かへんなと思ってた、これ時計でしたもん。そっか、あ、速えわ。あ、結構 K なのにトルクフル。あれ、 N1 ってこんなに速かったんですね。速いです。結構速いですよね。いや、今度出るあの新しい N1 6速マニュアル出るんですけど、あれすごい売れるんじゃないかなと思いますね。はい、で、スズキのアルトワークスでしたっけ、はい、ね、あの辺
ね、乗ってる方が結構気になって、あ、なるほど、ね、こっちの N1 に乗り換えるっていう人もいらっしゃるんじゃないかなと思いながら、なかなか K でこういうタイプって今少ないですもんね。だからあの基本やっぱりみんな走り重視な、うん、やっぱりあのカスタムするにしても走り重視な感じにする方が多いです、ね、多いですよね。これ車体がもともと200万切ってますよね確かね、はい、入荷しなかったですね、180で込み込みで200いくかいかんかぐらいですかね、はい、まあ、これだけねちょっとカスタマイズしてオフ会とか行って、はい、で雑誌とかにも もらえたんですかね、まあ、雑誌は本当に、はい、あの大きいオフ会の中でその雑誌社の方がこう何人かに取材をして、まあ、インタビュー的な感じで、はい、そうですね。いやそれでそういうねライフスタイルこうやってあの楽しんで乗るっていうのはすごいねやっぱ車を楽しんでるなという感じがしましたね。もうだいぶ仕様も変わってるんで、はい、3、4回はあそうなんですか、コロコロ変わってるあそっか、この間 あのコロナ休暇といいますか、コロナ休暇は違うなあの自粛期間ですよね、 その間に家でこの全部やり直したと、そうです、ね、いうことで、いやすごいそういうのその辺もなんか人生楽しんでるなという感じしますよね。まあ、やっぱこのホンダ車って乗る楽しみもありますよね。ありますね。このね僕ねどっちかっていうとこの雑味が好きなんですよ車乗る時の。あの昔の旧車とかってね、はい、何にもなかったでしょ。はいはい、であのオイルの匂いがして。はい、もう内装も薄っぺらいしもうピラーも細いし頼んないんですけど、なんかその雰囲気がすごい好きで、で結構この N1 とかねあのホンダってその辺が意外とまだ未だになんか感じられるなという感じがするんですよね。あでもこれ結構こうターボのパシューっていう音あのエアクリーナーを変えてます。エアクリーナー変えたらこんな音になるんですか。ああでもちょっとやっぱこのミラー 見づらいかもしれない、見づらいですね。なんか僕あのドラレコをここにガーンってつけるのがあんまり好きじゃなくて、はい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 、あの視界がね悪くなりますもんね、うん、ドラレコと一体になってるやつを使ってたんですけど、はい、なんか最近後ろが必要やって煽り運転がありましたからね、このタイプにしたんですけど、はい、やっぱり慣れないですね。うん、いや今度ホンダ E も全部ここねいいですねあれももっと売りゃいいのにと思うんですけどね、まあ、値段は高いけど売れると思うんですけどね。ですね。電気自動車どう思います。いやあの本当にもっと簡単に充電ができて航続距離が長ければ、はい、全然対応できないですね。結局はそこですよね。分からない時は単純に欲しいなと思ってましたね、はいはい、分かれば分かるほど苦労するやろうなと。やっぱ一戸建てでね家にコンセントがある人はいいかなと思うんですけど、だって家にあったらもうそういうねガソリンスタンド的なとこ行かなくていいんでね。まあまあそうですね。もういつでも満タンで走れるっていう最高の条件からスタートできるんで。まあそうですね。いやしかしこの N1 ってやっぱ経済的でしかもこういったね趣味に結構特化して遊べる車っていうことで、いやすごい羨ましいです。今日はね、のりさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。私のチャンネルね、こういった感じで、よく試乗の方もしております。皆さん興味のある方は、ぜひともチャンネル登録してくださいね。そして、グッドボタンもお願いします。はい、というわけで、カスタムされた N1 でした。じゃあね、ボーン。